はい、というわけでね、昭和の農機具が補助で到着しました。ディスクカルチですね。まあ、こういう風に強制駆動の円盤ですね。大丈夫かな、このなんか技巧したい動きこれで、まあ、ちょっと初陣にしてはちょっとね、部が悪いかもしれませんけど、こういうガッタ型で残差もひどい補助に入っていこうと思います。ガタガタシュルシュル残差も結構、残差とか藁が多いところですね。まあはまったりはしないと思うんですけど、こういうところでどういうような働きをするかですね。逆にこういうところで働かないんだったら、あんまりうちではいらないんですけどね。もうさっさと売っちゃいましょう、ヤフオクで。まあプラウが入れないぐらい渋くて、プラウが入れないぐらい藁が多くて、でもなんとか乾かしたいなっていう時に使おうかなと。でこれをこの機械のデメリットである、ガタガタでまた直さなきゃいけないっていうところをレザーレベラーでやっちゃえばいいんじゃないっていうような感じです。局所的に使う感じですね。まあなんか耐久性があんまりないっていうことだったんで、ちょっとやってみてダメだったら、はまらずにいけるかな。まずここはクリアしました。やってみましょう。ほうほう、あ、どうやるの？なんとか入ってきますね。けどなんかできてますね。すごい、案外ありかもしれないこれ。結構ね、熟熟ですけど、なんとかね、このゴリッとさせて乾かすためにちょっともう一旦とりあえずなんとかするっていうのはそこそこ役立つかもしれない。うわー、でもちょっと仕上がりは絶対できないけどね。まあそのラバーディスクとかそういうのね、あのプラウとかのこの判定機能っていうのは、あと PT を使わなくてもそれができるんですけど、これはまあ PT を使って強制的に駆動させてるんで、まあ作業速度とかね、燃費とかいう意味ではまあ不利ですけども、まあ、小さいトラクターでもできるっていう意味でちょっとメリットとしてはありますね。機械がまあ安くて軽くて、こういう昭和機械でも十分ですよ。あんまり悪くないかもしれない。目的は達成してる気がしますか。ロータリーでやってもなんか絡みつきそうなこの感じのやつを、なんとかこうね、グリ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 ね、発展していくという感じですね。もうなんかちょっとはまりそうですけどね、タイヤがかなり。ちょっと撮影するのは余裕がなくなってきました。この辺りでさよなら。傾いてますね。うわー、種類。バイバーイ、よしおちゃんでした。はまりそう。